フランツさんはいなかったけど、壊れた通信機を見つけた。トラブルに巻き込まれたのかもしれない。あいつがアイダの子の手に落ちたら、情報を解読できる人間がいなくなる。救出しねえとな。さっき北の山でアイダの子のキャンプを発見したという報告が入った。フランツも多分そこにいる。運試しに行ってこい。俺はシェルターで壊れた防衛設備の修理をしなきゃならないから、一緒には行けない。くれぐれも気をつけてな。エナジーがこれだけあれば十分だろう。いいところにした。四本腕のイカれた女が今さっき出て行ったところだよ。四本腕、ターゲットの特徴、検索に失敗しました。エイジスのことさ、君も関わったことはあるよな。あの女でなきゃこの俺が捕まるわけないだろ。奴らは島で何か大事なものを探してるらしい。だがそれが何かわからない。で、情報は手に入ったのか？早く見せてくれ。おっと、何重にも暗号化してある。完璧に解読するには時間がかかる。だが何度も出てくるこの場所はすぐ近所だ。アイダの子が大勢押しかけてきたってことはそこに何かあるんだろう。君は先に調べに行ってくれ。情報すべて解読できたら俺も合流する。ここに手がかりがあるはずだ。時間がない。二手に分かれよう。一足遅かったようだな。エイジスは守備よく目的を達して逃げた後だ。情報にはここにタイムエンジンのプロトタイプがあると書いてあった。だが部品の一部が欠けた故障品のようだ。アイダの子はその機械で何をするつもりですか？その機械を使って全大陸のタイムラインを大厄災前に戻すつもりだろう。これはなかなか由々しき事態だ。大厄災の前に？そしたらこの混乱から抜け出せるわよね。そんなうまい話があるか。
そこまで簡単ならハガードのじいさんたちがとっくにやってるさ。情報には技術面についても詳細な記述があった。だが俺はそっち方面には疎い。専門家に詳しく解読してもらおう。事態は急を要する。俺は今すぐハガードに向かう。君はドクター・クレアのところに行ってくれ。できるだけ早く奴らの計画の詳細を明らかにしないと。お客様、またお越しをお待ちしており、現在一時閉鎖。ようこそ。お帰りください。安全に注意して。ご協力どうぞ。第三ループストップ。第四ループストップ。システム故障、セカンダリプロトコルを使用してください。ここは私有地です。直ちにご退出ください。イスラール執事、ここで何があったの？ここは私有地です。直ちにご退出ください。ドクター・クレア、あなたのご主人様はどこに？ここは私有地です。直ちにご退出ください。説明。コントロールユニットの故障を検知しました。行動プログラムに異常があります。ここはちょっと、そこにいるのは誰？私の声が聞こえる？ドクター・クレア、どこにいるんですか？あら、あなたなの？手短に話すわね。この緊急通信は短時間しか持たない。アイダの子も私が外部と密かに連絡を取ったとすぐに気づくはずよ。やっぱりアイダの子でしたか。奴らはうちの中央管制システムをハッキングして、すべての AI の行動プログラムを書き換えた。島のロボットたちは、今や奴らの手先。博士の監禁場所は、あなたに大事な話があるんです。実験室みたいだけど、私にもよくわからない。奴らは転送ゲートを使って侵入してきた。よく聞いて。今私の行き先を知ってるのはメロだけ。アイダの子に捕まる前にあの子を地上に送った。あの子を探して。ノロマだけど私の監禁場所くらい見つけられると思うわ。警告、ケイトス島の AI サーバントが全て制御不能の状態です。メロは。メロは違う。あの子はバカだからシステムに接続していなかった。だからアイダの子の影響は受けないの。奴らが同じ場所にずっといるかは不明。誰か来た。あなたも急いで。
大きい人、手伝います。メロメロ、島で何があったの？ドクタークレアは？ラチ、ドクタークレア、この先、いえ、悪い人。つまり、悪い人がドクタークレアをこの先にある家に連れてったってこと。提案、今すぐ調査に向かいましょう。博士、いません。ここから出ていく人は見なかった？人や車、飛翔体でもいい。出ていく、行きました。大きな車、大きな車、大橋、大橋に行きました。わかった、私たちも大橋に行ってみましょう。大きな車、大橋渡ります。博士、大橋渡ります。橋にいる敵は私が倒す。君は私の後ろに隠れてて。人生やり直すってめちゃくちゃいいやつになるってさ。それで今いとこのスティルフィストと一緒にこの辺で小商いをしてるんだ。情報を集めています。この辺りでアイダの子に動きはありませんでしたか？おっと、俺もその辺でお前を探してたんだ。いとこのスティルフィストが配達の途中でアイダの子にさらわれた。スチールフィストはどこに連れて行かれたの？このすぐ先だ。俺が案内する。ただこちらです。
の正面の山がアイダの子の本拠地だ。この辺の地形は調べた。警備の甘い小道がある。そこから中に潜り込もう。やべえ、パトロール隊だ。あれは何とか言ってくれ。私、フラフラする。島で何があったの？博士は？紫の服を着たおじいさんがたくさん人を連れて博士に会いに島に来たの。それから何があったのか知らないけど、おじいさんと博士が喧嘩を始めたわ。その後、おじいさんの部下が急に凶暴になって、それからのことは、私、覚えてない。他にもここに、閉じ込められている人はいますか？頭が大きくて、うるさい人がいる。連れてこられたばっかりで、大声でワンワン泣いてた。兄貴！やっと来てくれた。無事でよかった。本当によかった。ちょっといいかしら。ケイトス島のドクター・クレアは見なかった？え？お前誰？この方が前に話した俺の大恩人殿だ。お前も俺と同じようにこの方を親と思って敬え。おお、そうか。あんたは俺たちの大恩人だ。恩返しはまた後日。今大事なのはクレアを見かけたかどうかよ。そうそう、見かけた。アイダの子のドロイド兵たちに囲まれて、アジトの真ん中にある光る台に連れて行かれた。そいつらが台に乗ると足元がキラッと光った。それで全員が一瞬でシュッと消えたんだ。わかった、ありがとう。じゃあ調べてくるね。Yeah!
あなたには一つ借りができちゃったわね。あいつらがこんな卑怯な手を使うとは思わなかったわ。あいつらはなんであなたを捕まえたんです？そうね、私の個人的な研究が狙いじゃないかしら。私、こんなにモテたのは初めてよ。この間、アストラ島でアイダの子の内部情報を見つけました。できればあなたに。はいはい、分かったから渡して。とりあえずここを出ましょう。ちょっとこれは厄介ね。アイダの子はタイムエンジンのプロトタイプだけを狙ってると思ってたのに。私の推測が確かなら、あいつらはすでに似たような装置、しかも私のおもちゃより何倍も大きいスーパータイムマシンを製造してる。あいつらが今開発してるのは、ハガードの目の前であのスーパーマシンをオベリスクに送り込んで、パン。パン？まだわからないの？アイダの子はあのマシンを使って大規模なタイムリバースを起こすつもりよ。50年前ハガードがやったようにね。その結果どうなるかは私にもわからない。万が一ミスでもあればその時はまた大厄災、いえそれよりももっとひどい状況になるでしょうね。落ち着いて、まだ挽回の余地はある。あいつらが私のところに来たのは肝になるコア技術がないからよ。私は口を割らなかったけど、実験室は隅から隅まで調べられた。欲しいものが手に入ったかはわからない。最悪の事態に備えましょう。天井の奴らはきっとまだ何も知らないでしょうね。あいつらは嫌いだけど、この件は知っておいてもらわないと。あなたは急いでスーパータイムエンジンの行方を追って、あいつらが起動する前に必ず見つけ出すのよ。でもどこから調べ始めれば？お友達のジークに会うといいわ。それとドロイドに改造された彼の妹にもね。あの二人と狂人どもはどうも訳ありみたいだから、二人が協力してくれたらきっと起死回生のチャンスはある。二人の居場所を知ってるんですか？ルミナ号、あなたがくれた情報の中にその場所が書いてあった。キリオンの海辺にあるボロボロの船よ。じゃあ行ってきます。